今回で2回目になるんですけれども、これ私はボランティアに来ている立場ですから、できるだけ被災地の方々に何かできないかということで、お湯をじゃ被災者の方に入っていただければということで、こちらの同窓会の方に相談をしまして、こちらの中井の仮設住宅の方にじゃ配布しましょうという流れになりました。こちらの去年からカラクワで活動しようとしたときに、その現地でのコーディネートをしていただいた方々に、本学も同窓生がかなりの数いますので、で今回はたまたま震災というものを契機にですけれども、気仙沼の方の支部とさらに強あの絆が強まったという意識はあります。そうですと、事前のお話ですと2トンぐらい入っているということでした。87歳の、はい、どうも、小西さんで温泉に入りました。今回鳴子支部の方々が温泉を持ってきていただきますけれども、やっぱり被災者の方からそういうニーズがあれば、いろんな同窓会とかとの方々との調整の中でそういったものが生まれるかもしれないですね。